もうね、震災後6年かな、6年ですね、もう7年ですね、それでもまだ復興っていうかね、いまだ避難生活されてる方もね、福島のね、原発の関係だと思うんですけど、そういう意味ではもう本当に原発をすぐになくすっていうことがね、非常に大事だと思いますけど、はい、じゃあ、東北の皆さんに思いを込めて、花は咲こういきましょう。
夏になればね、凶竹刀の花ってね、赤い花でも強いですね、あれね。特に郊外みたいな、排気ガスの多い道路でも元気よく咲いてるというね、凶竹刀の花。じゃあ行きましょう、凶竹刀の花です。中に載ってる曲最後ね、なぜか知らんって8曲しかないのに丸10って書いてますけど、愛に生き平和に生きるを使って、この歌を歌いね終わりたいと思います。はい、じゃあ歌う会が終わり。